にちは、毎日ご飯のお母さんです。今日は私が大好きな甘じょっぱい味付けが食欲をそそるたくさんの夏野菜を使った自家製福神漬けをご紹介します。材料はこちらです。それでは早速作りましょう。大根はかつらむきにします。で、皮を剥いたら四つ割りにして切っていくんですけど、ある程度の厚みがないと歯ごたえが全くなくなっちゃうので、だいたい5ミリ程度にですね、切るようにします。こんな感じ。野菜はどんどん下漬けするボウルに入れていきます。で、次は人参なんですけど、人参は味が甘くなっていいのと、あと彩りが綺麗になるので入れるんですけど、そんなにたくさん入れる必要はないので、大きい人参だったら約3分の1ぐらいですね。人参はこれ細い部分ということもあるので、皮を剥いて2つに割ったら、あとはこれを薄くスライスしていきます。大根ほど厚く切らなくていいので、感じですね。これで全部切っちゃいます。次はきゅうり切ります。きゅうりはこのヘタのところだけ落としちゃって、あとはこの丸のまんま、だいたい5ミリとか7ミリとか1センチじゃちょっと太すぎるので、そんな感じで切っていきます。こんな感じですね。こんな、次はみょうがを切っていきます。外側の皮がもし古かったりちょっと傷んでたりしたら剥いちゃって、綺麗なところだけ使うようにします。で、根元は少し落とした方がいいかもしれないですね。で、こうみょうがってこうなってるんですけど、半分に切ってこうですよね。で、これを普通にこう縦にスライスしていきます。こんな感じになるんですけど、塩もみしたりしてるうちにちょっとばらけたりするので、ちょっと大きめかなと思ってもこれで大丈夫です。実はこの夏野菜の漬物ってみょうがが肝なんですね。みょうがを入れることで夏らしいさっぱりした漬物になるんですけど、ちょっとやっぱみょうがって好き好きがあるので、入れなくても美味しいとは思いますね。ただ嫌いじゃなければぜひ入れてほしいですね。これで全部みょうが入ってすごくいい香りがします。あと、これもシソも好き好きあると思うんですけど、ちょうど時期的にシソの葉っぱがいっぱい出てくるので、手に入る人はシソの実を入れてもいいですし、シソの実はちょっと手に入らないっていう人はこういう赤じそでも青じそでもいいので、シソを入れるととっても美味しくなるので、これも入れるのおすすめですね。で、シソはこうやって葉っぱ半分に切って、これを、で、軸のところは硬いので軸は外してあります。シソもすごいいい香りですよ。で、こんな感じでこう細めに切れば大丈夫です。次に生姜を切るんですけど、これ見ていただくと分かるように新生姜なんですね。で、
こう売ってる時はこっちに葉っぱまでついてたんですけど、不要なので上だけ切っちゃってるんですけど、よくこれって居酒屋さんでお味噌と一緒に出てきて、これでつけて食べるようなやつですよね。この時期にしか出ない生姜なんですけど、この部分がすごい柔らかいのと、この茎のちょっとこの辺りまで使うんですね。なので普通の茶色い生姜使ってもいいんですけど、もし手に入るんであればこの生姜を使うことをおすすめします。もうごく普通にこうやって薄く切るだけで大丈夫です。この辺りまで切って大丈夫だと思うんですよね。白いところは柔らかいので。次にお茄子を切っていきます。お茄子はヘタのところを落として、もうきれいに洗ってありますよ、全部野菜は。でこれをまず半分に切って、でこの半分を薄く切っていけばいいです。私はちょっと斜め切りに切ろうと思います。こんな感じですね。じゃあこれで全ての野菜が切れてボウルの中に入っています。ボウルの中に野菜が全て入ったんですけれども、皮も剥いて切った状態の野菜の量がだいたい700から750グラムぐらいになってるんですね。でこれに塩で和えるんですけど、これぐらいの量だったら、私ここに 20g の塩を用意したんですけど、これぐらいでちょうどいいと思います。こんな感じで全体にまんべんなく塩が混ざるようによくこう両手で和えてあげてください。で結構お塩がこうやって手についちゃうぐらいお塩があるんですね、 20g と言っても。なので肌が弱いような方は手袋を使った方がいいかと思います。で最後にこうやってちょっと慣らしてあげて、全体によく塩が混ざったのでこんな感じでちょっと押してあげて、でここに今度は重しをしていきます。こうやって直で置いちゃってもいいんですけど、裏にいっぱいくっついちゃうともったいないので、私はサランラップ敷くようにしてます。こういう汁とか上がってきてしまっても全然構わないので、こんな感じですね。ここに私今日は 3.5 キロの結構しっかりとした重みをかけていきます。でこれで一晩冷蔵庫で置いてもいいですし、それからもうすぐに今日の夕ご飯で食べたいんだよねとかっていう方は最低で2時間ぐらい置いていただければ大丈夫だと思います。でこのまま置いていきます。ではポン漬けに使う漬けだれを作っていきます。でみりんと酒と醤油とお砂糖になります。このまま全部一緒に入れて煮溶かすだけでもいいんですけど、みりんとお酒はアルコール分が強く感じたりするので煮切っていきます。じゃあこうやって入れたものを強火にかけます。こうやって強火にかけると割とすぐに沸騰してくるので、ここに火を入れてアルコール分を飛ばします。わかります？今こうやって火を入れたの、ただ下の方の火はもう弱くしちゃっていいんですよ。ずっとこれかけてるの怖いなっていう人はもうすぐこうやって蓋でしちゃってるんですけど、しっかり飛ばしたい人はずっと燃やしてても大丈夫ですよ。でこれでアルコール分がほとんど飛んだので火を今一回止めました。
そこにあとはお砂糖と醤油を入れてまた煮ていきます。さっき蓋をしたんですけど、蓋がない人はアルコール分がボーっと燃えて、あもう怖いから止めたいっていう時はこのお醤油ザッと入れちゃえば火は消えますよ。あとお砂糖も入れます。これでもう一回沸騰させますね。こんな感じで沸いたらもうこれ止めて、このまんま冷めるまで置いといて、すっかり冷めてから野菜に和えるようにしましょう。熱いまま使っちゃうと野菜が煮えちゃうんですね。なのでしっかりと冷ますようにしましょう。じゃあ2時間経ったのでおもしを取ってみます。結構こんな感じで見えますか？汁がいっぱい出て、これが塩だけで下漬けしてあるものなんですけど、塩のこのままだとちょっとしょっぱいので水にさらしてギュッと絞って本漬けになります。2回ほど水でさらします。これで余分なアクと余分な塩気を抜いたような形になります。で今度これをギュッと絞っていきます。野菜を絞っていくんですが、手で絞っただけではちょっと絞りが足りないので、私はこのような形でさらしでうんと絞ろうと思います。さらしって持ってらっしゃらない方もいると思うので、その時は薄手の清潔な布巾ならそれでも大丈夫ですよ。手でギュッと絞ったものをこっちに入れていきます。でこれでちょっと一度に全部は無理なので一回絞ってみます。こんな感じで口を閉じて、絞れるだけ絞って大丈夫って感じですね。水分がほとんど出なくなるぐらいまでよく絞り終えましたので、こんな感じですね。で今度これを本漬けにするので、本漬けで使う入れ物の方にあげます。これは野田放浪のぬか漬け美人というぬか漬け用の入れ物ですね。これで続いて全部絞っていきます。で、すっかり全部の野菜が絞れました。こんな感じになりました。ここに先ほど作った本漬け用のタレを入れていきます。で、こんな感じで本漬け用のタレが入ったので軽く和えます。これで本漬け用のタレに漬け込みが終わりました。この状態になったら1時間後ぐらいからもう食べることができます。でも本当に美味しいのは翌日ぐらいからで、食べきりは約1週間でっていうことで、食べきるようにしてください。じゃあ漬けたてなんですけれども、味見をしてみようと思います。味見してみます。
まだ漬けたてということもあると思うんですけれども、お野菜の歯ごたえもあるし、タレが醤油とそれからお砂糖も入っている、とみりんと酒ということで少しこう甘みがあって、すごいコクがあって美味しいんですね。でそのタレの味に野菜の旨みがこう凝縮されている感じで、めちゃくちゃ美味しいです。で浅漬けの素を使うと塩味が多いと思うんですけど、これはお醤油漬けっていうことで独特の風味があって本当に美味しいです。ちょっと私も食べてみていい？うん、美味しい。甘じょっぱいから白米が欲しくなるね。そう、うん、なんかお漬物以上のこう満足感が、うん、あるよね。あとみょうがとしそが効いてるね、やっぱりね、うん、とってもコクがあるよね、うん、美味しいです。美味しいです。ということで、今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もまた見てねー。